ナスティの大冒険 YouTube 版、無人島で2泊3日0円生活。サメを狙うナスティ、無人島小ザメ島に上陸し、サメを捕獲するための新兵器滑車釣りを仕掛け、崖の上に拠点となるシャークハウスを建て、実際にサメがヒット。しかしカンパチ用の釣り糸を2回も食いちぎられ捕獲失敗と、ここで迎えた2日目も破天荒なこと満載の1日でしたが、結果サメは釣れていないのでオンエアでは丸ごとカット、ただ YouTube 版では配信させていただきます。ということで、やってみないと分かんないこと多いな。滑車にかかってるロープが白いロープでサメから見えてるんじゃないかっていうので、ナイロンの糸を使います。カジキとかマグロを使う100号のナイロンのロープが今回の竿代わり。細いし透明だから明らかに見えないですよね、うん、でサメって視力がないんで、やっぱりよく見えてないんで匂いと音なんですよね。音はすごい、10キロ先の別の魚の心臓音が聞こえるって言われてるんですよね。だから泣いてる時の方がサメが釣れるっていうのは、サメが聞きやすいからですね、音が。何だと聞こえないんですか。釣れたらこうしてやろうみたいなのあるんですか。めちゃくちゃ暴れると思うんで、今度はバーンと測ります。これってます、これってます、すぐ行ってます。で、森を打とうかなと思って水中カメラマンの中川さんはなぜか上にいますけども、あのサメのサイズを見てからというものを中川さんが岩場で待機してくれてる。あとこっち戻ってきて引きます。勝ちますよ。よっしゃ、釣れたのはイスズミ、エサです。このイスズミが泳いでる音にサメが反応するんじゃないかと。なんか今日来そうやな。すると、あ、来た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 、食いそう、食う食う食う、食った食った、でかい、食った食った食った、あー、行った行った、わー、行った、わー、食いついたらこっちのもの。釣り糸はフロロカーボンから頑丈なワイヤーに変更済み。いくらサメとはいえ、そう簡単に鉄製のワイヤーを食いちぎれないはずだ。が、切れましたかね。うわー、軽い、切れたっぽいですよね。あー、カメラごとないよ。ここっすね。ワイヤーをだいぶ長く取って、直ワイヤーの方がいいんですかね。くるくるっと体をねじらして切ったってよりは、サメがもうここでパチッと来て、ここまで口がいったってことでしょうね。この針でこれ、このラインがずっと切って、この辺で切れてるんですよね。でかったですね。すごいな、やばい、同時にもう飛び込むぐらいか。このラインを噛み切る前に飛び込んで、森で噛み切る前に、もうでも時期やな、もう釣れるのはなんか感覚的にわかる。今だいぶ300メーターぐらい沖で跳ねてるんですけど、下にメジナの群れがいるんで、プランクトン食べてるんですよ。で、集まってるところを狙ってサメがアタックしてる。また行った、ちょっと餌釣っとこう。あ、釣れてるわ。うわ、お前、スズメダイ釣れてた。サメ釣ってる時にスズメダイ釣れてた。しかもものすごい弱っちゃってる。サメ釣ってる間にほったらかしにしちゃったから、ふらーっと来たな、サメが。回ってるんです。サメからもあのラインは全く見えてないです。あの動きは今までと全然違う。迷わず来たんで、3メートルあったな、2じゃなかったな。サメってなんかちょっと別格じゃないですか、魚の中で。危ないからなんですよ、危ないから引かれるんです。サメ自体は実際絶対危ない。サメはラインに気づいていない。学習される前に捕獲したい。親ビッチャ、スズメダイ。わあ、綺麗やな色。紫ですね。青いですね。またスズメダイ、綺麗。ほら、親ビッチャ。これさっき撮ったやつとその前が全然色が違ってきちゃった。釣り上げた時は青と黄色で、黒の縦縞なんですけど、ちょっと縞が出すと茶色くなっちゃって。直ワイヤーの方がいいんですかね。ここで作戦変更。マグロの生え縄のロープに直接ワイヤーをつけた後、滑車を使って生き餌をサメの通り道に仕掛ける。すると、来た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 、突如現れたのは2匹のサメ。来た来た。しかし仕掛けを警戒してか、なかなか生き餌に近寄ってこない。ちょっとちっちゃいですか。来ましたよ。
あ、来た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 。でかいな、あれ。あー、U ターンした。帰ってきました。回遊してるな。深いとこ行ってますね。回ってきた回ってきた。そこに帰ってきました。来た来た来た。まっすぐ来た。まっすぐ来た。今のに対して。あー、これ食う。まっすぐ来ましたよ。ワイヤーっすよ今回。あー、逃げた。ちょっと追いついたら来るんじゃないですか。ワイヤーでちょっと警戒してるけど、何周もしてるんで来そうですけどね。あれ何ザメやろな。さらにもう一匹のサメも近づいてきた。うん、来てるな。でかいのとちっちゃいの。ちっちゃいって言ってもちっちゃくないですけど。何がちっちゃいのって話なんですけど、十分でかいですよ。何を目指してんのか。ちっちゃいねとか言うけど、ちっちゃいの。あれ、あれでいい。ちっちゃくないですから。あれでいいとか言ってます。十分でかいんですから。その後サメは警戒してしまったのか、2匹とも姿を消した。なので再びサメの餌釣り。ちょっと大きめ。結構釣ってんねんけどな。サメがなかなか。ちょっとずつ増やしてこうやって努力して。メジナかな、引きが強いから。メジナはこの引きが好きですからね。みんなサオにもグレってサオがあるぐらいです。餌もグレって書いてる餌あるでしょ。こうやって1匹ずつ徐々に徐々に。そんないきなりでかいサメ狙えないんで。全国のちびっこにも言いたいんです。すぐサメは取れないから、ちょっとずつ努力、毎日勉強、毎日やってほしい。努力はちょっとずつやから。いきなりサメ釣ってるわけじゃない。それはもうもっと地道なとこから始まってると言っていたが、ここで本音が。この崖で無人島生活するだけでよかったのに、どうしてサメ釣るなんて言っちゃったんだろう。無人島で崖の上で釣ったサメだけでって3つ入っちゃってるから。釣ったサメだけで一番ハードル高いけど、いずれ来ると思うけどな。サメは釣れないが、サメの餌は本当によく釣れる。サメの大好物イスズミが釣れたところで、どんどん釣ろう。生き餌を交換。イスズミの水面で泳ぐ音と強い匂いでサメをおびき寄せる。長い釣ってるディレクターいるんですけどね、 AD の頃から一生懸命頑張って水中カメラ仕掛けてくれたんですよ。見てください、水中に入ってないんで。アホです。あそこに仕掛けたら海面が取れてますんで。そうです。アホディレクターと成長しました。完全に海面から海面を取ってます。するとこの海面を取っていたカメラが捉えた。海面を取ってます。前から来た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 。もう一度上のカメラから見てみよう。ずーっとあそこの海面を取ってます。前から来た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 。なんか来た。これサメじゃない。サメじゃない。サメだ。わあ、なんか来た。これサメじゃない。サメじゃない。サメだ。来た。サメ来た。突然生き餌にサメが食いついた。かなりの大きさだ。待ったら来るんだな。行きますよ。サメを迎えに行きます。勢いで行かないと。まだサメは逃げていないのか、ロープを引き上げてみる。かかってるな。かかってます。長さ長さ長さ入っちゃうんで。何しに行く。サメ迎えに行きます。何しに行くんですか。サメ迎えに行きます。何度も言いました。サメを迎えに行きます。何しに行くんですか。サメ迎えに行きます。作戦を変更し、ようやくかかったサメ。もう絶対に逃がさない。水中カメラマンの中川さんが撮影準備を行う間、仕掛けを切られないよう慎重に引っ張り、サメを弱らせる。今までの重い感じがするんですけど、切れたかもな。引いてる感じがするんですよ。サメはかかっているのだが、生き餌カメラの映像は放送の際に後で入れ込むため、ナスには海中の状態が全くわからない。あ、外れたかも。あ、いやなんかね、水が来てます来てます。ちなみにここまでかかって逃げられたサメの生き餌カメラと比較してみると、こいつはちょっと小さく見える。果たして実際の大きさは。とここでサメが岩場の陰に入り込んだ。こうなるとかなり厄介。ロープがすべて切れかねない。
何してんすか。剥がしてます崖から。サメは完全に岩の下に潜ってしまったようだが、ある一瞬をつき一気に岩場から引っこ抜いた。引いてる引いてる見るのは今絶対。激しい抵抗を見せるサメはナス D たちのいる崖の裏側に回り込んだ。このままだと太いロープでも岩場で擦れて切れる可能性が。勢い衰えぬサメと、ここでナス、どうしてもサメを取りたいのか、水中カメラの準備を待たずに行きましょう。今からどこ行くんですか。海行きます。ほらまずロープ切れるもんね。ウェイト来てましたね最初から。もうウェイト来てましたね。サメ取ってきます。サメ取ってきますね。もう全部来てたんで。あ、ナイフもあるじゃないですか、はい、小型なんでサメが。小型のサメなんでエリンギのやつで行ってます。エリンギの袋に入れてます。1キロのウェイト軽い。ほんまに行くんですか。ついて弱らせて引き上げますから。上がった時よりか気にして挟んでいきますか。パパッと畳んでるとこに森さん SE つけてもらってちょっと盛り上がるとこなんで森三平さん指示お願いします。行きましょう。背中閉じてないですか。もういいでしょ。そのまま行くんですか。はい、もうポッポンってこう。大丈夫ですか。わからん。でも行く。サメですよサメ。もう切られてるんで。ロープ何度も切らせないです。弱らしいです。これであのサメにデカいの来たら終わりです。あのためにデカいの寄ってきたら最後になります。これウェットスーツも一応もうウェットの帽子です。とりあえず回ってってもしかないんでね。行きます。森で一つ。サメを森で一つ。何やってんすか。サメ取りだからサメを取り。もう二度と聞かなくていいです。あのサメを取りに来てます。わかりました。それも1年前から言ってます。サメ取り行きます。話しかけないでください。わかりました。と行きます。はい、お願いします。何しに行くんですか。いやだからサメ取りに何度も聞かなくてサメを取りに来てるんです、はい、もうサメ島でこっちは小ザメ島でサメを取りに来てるんで、はい、何度も聞かなくていいです、はい、サメ取りに忙しい。行ってきます。サメ取ってくれた。なんとナス D サメを刺しに海に潜った。しかしここで仕掛けにかかったサメとは違う別のサメがナス D の周りをぐるぐる、さらにナスの下まで泳ぎ始めた。しかも2匹。ナス D がなんと海中でサメに囲まれた。ナス D 大丈夫か。さらにもう1匹増えた。ここで慌てないナス D。 というのもサメは視力が悪いため餌と間違って食いつかれないようなるべく音を立てずに泳ぐことが大切だという。そして森を構えながら水中の様子を確認。水中カメラが来るまでの間はナス D 本人が撮影を行う。近づいてきたサメはなんと森で威嚇。じっとしながら追い払う。カメラに体当たりされても息が続くまで動かなかった。とここで良い子の無人島生活最終日。この日は新たな助っ人が。あ、手振ってある。あ、助っ人や。来た。マサルさん。来たよ。お正月。お正月来た。もうお正月じゃない。やってきたのは元 K-1 ファイターのマサト。実は若い頃から大工作業が得意で家作りは手のもの。そこで良い子は大晦日に行われる生中継用の無人島ゼロ円スタジオの制作をお願いした。あと Wi-Fi 環境も良くないとダメなんで。 Wi-Fi? マサさん Wi-Fi 見えるんですか。 Wi-Fi はこう
なんとなくあ、わかりますか。それでじゃあいけるな。というわけで無人島0円生活スタジオを作りに、マサトは浜辺の方へ。リアルに電波が届きそうな場所を探しに出かけていった。とその時、ある人物がもう一人無人島へ。その人物は浜口勝の妻アッキーナこと南明奈。昨年の5月、4年半の交際を経て浜口とめでたくゴールイン。今回有野からマネージャーを通し、浜口に内緒で最終日に無人島に来てくれと連絡を受けていたのだ。夫の姿を一目確認しようと双眼鏡を手にすると、めちゃちっちゃい。逆です。あ、逆。おーい、え、誰や。おい、あれ、まさか。マジか。マジで。もう起きたやんけ。それではここから浜口とアッキーナの初の夫婦共演プリをしばらく優しい気持ちでお楽しみください。ギリギリまで来たら。あ、濡れる濡れるよ濡れるよ濡れるよ。俺はええわ。おお、かっこいい。いいよいいよ。うわ、めっちゃ濡れてる。え、何それ。オッケー。うそ、嘘やろ。上陸。何オッケーって。上陸です。やった。ありがとう。上陸です。ありがとう。あかんやん。え、なんで。あかんやん。なんで。ちょっとなんかもうどうしていいか分からへんやん今。いや、どうしていいか分からへんのかもしれんけど、うん、こっちからしたら、うん、おんぶで運ぶんだと思ってさ。海苦手やから。いや、こんなんやで。なんかこけたら危ないから。危ない。ヘラヘラすんな、お前。急に久々会えたね。4日ぶりじゃん。3日ぶり。せやな、ね、会えたな。どうしちゃった、どうしちゃった。いや、会えたな。これなんだ、これなんだ。上の方がええで。あ、そうだ。こうやって歩きやすいよ。俺そんなんされたことないけど。普段通りやったら絶対こう、うん、こう支えてるわな。あ、ここ不安定やから。そう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 。いいよ、不安定やったら。、うん、肘でいいの。いや、ほんまやったらこうや。ほんまやったらこうや。階段下るときもやってくれる。こうやってやって、はいって。何。ローバー。そして有野からここで重大発表が。いつも通りのこの2泊3日やったら勝たれへんやろなって思うんです。無人島生活、うん、延長します。どうすんねん、延長して。2018、有野さんがやり残したことをやらせてもらいます。二人に何かが入った袋を渡す有野、はい、中身は、はい、ビニールシートやんか。ビニールシート入ってる、はい、プチプチも入ってる、はい。あれ、俺のこれタキシード。そう、うん、私はドレス。そう、ドレスとタキシード。無人島でこれからお二人の結婚式を始めます。そう、まだ結婚式を挙げていない二人。有野はこの無人島で祝ってあげたかったのだ。どうぞ。いつ作ってあるのこれ。マサルが海行ってる間と、マサルが寝てる間と。また寝てたの。いつも有野さん頑張ってる時に。監督しててん。うちの娘と同じ怒り方や。思い出はやっぱりあの結婚式をやっていただいたことかなと。まさか白いドレスより先にブルーシートのドレスに手を通すとはちょっと思わなかったですけど、こういう結婚式をしたいなと思ってたとかするだろうなっていうのとは全然違いましたね。違ったけども、でもその浜口勝という人と結婚した特権なのかなとも思います。特権なのかなとも思います。それではお待たせしました。独占芸能界一のおバカカップル、新郎浜口勝と新婦南明の無人島0円結婚式開演。新郎新婦入場。
新婦の有野です。新婦の衣装すごいだな。頑張って作りました。すごい。動き始めたのはアッコさんのお誕生日会ですね。着いた順に席にどんどん座っていってて、で私が着いた席がまだこう誰もその私の後誰も来なくて、私テーブル一人だったんですね。で人見知りだから誰とも喋れなくて、どうしようってしてたら、その二つ隣のテーブルに座ってた出川さんとそのマサルさんが、あのこっちおいでよって呼んでくれて、でマサルさんの隣にたまたま座ったのがきっかけです。なんかいい感じだから連絡先交換しなよって言って、あじゃあぜひ教えてくださいって言って交換したのがきっかけで、でそこから数日後に、まあ、ご飯でもよかったら行かないっていう連絡が確かありましたね。新婦有野より挨拶。そんなんか聞いたことないか。僕有野は2005年に結婚してもう13年になります。結婚とは何やろうなっていうのをずっと考えていたところ、結婚浜口やっとゴールしたなとか、南さんやっとゴールできたねよかったねとか言われたと思いますが、全然ゴールではありません。こっからだと思います。こっから当てのないゴールのない後悔がずっと続きます。何したことない。あなた方は船です。お互いがお互いを思い合う船です。めっちゃ聞くやつだねこれ。その海原を走っている海というのはお互いの愛情となります。なんかうまいこと言われへんかなといろいろ考えた結果Google 見てみました。たわいもないことです。本当に私が本当に今以上に人見知りで人と話すのが苦手だったので、とにかく私も緊張していたし、うん、でもそれを分かってくれて、なんかこういろんな質問をしてくれました。アッキーナって何々が好きなの、何々だったら何があれなのとか、すごい聞いてくれたなっていうのはありますね、はい。まあ、何度かご飯をしていて、まあ、すごい優しくていい方だなと思っていたんですけど、ある日その、まあ、ご飯して車で私のマンションまで送ってもらった時に、帰る時に、俺はアッキーナのこと好きだからって言われたんですね。俺はアッキーナのこと好きだからって言われたんですね。だから別に今それで答えを欲しいんじゃなくて、これからは俺はアッキーナのことが好きなんだっていうのを分かって会ってくださいって言われて、そこでああ好きなんだみたいなって言われてから、やっぱり意識しましたね私も。新郎マサル、はい、何時は元気な時も病気な時も金持ってる時も仕事ない時も真心を持って接することを誓いますか。誓います。新婦アキナ、マサルのことを元気な時もこれから老眼が始まり近くのものが見えなくなり、お前血圧が上がり悪玉コレステロールを気にし明け方には変な匂いもするかもしれません。加齢臭です。お前何なんそれでもずっと愛し続けることを誓いますか。はい誓います。なんかみんな言うんですけど、とにかくやっぱり優しいっていうことですかね。だから自分が忙しかろうがなんだろうが周りの人が幸せなら嬉しいなっていう人なんで、それがすごい素敵だなと思います。
俺は明菜が嬉しかったり明菜が喜んでくれるのが一番嬉しくて幸せなんだって言ってました。うん、すごく嬉しいなと思います。何よりももう明菜が喜んでくれるなら俺は何でもいいんだって、なんていい人なんだと思って。まあこの人と結婚しようと思った理由はやっぱりとにかく安心感、マサルさんが大丈夫って言ってくれれば大丈夫なんだって思う、この大丈夫の一言がすごく安心する、マサルさんの、この人は一生私を大事にしてくれるなっていうか、そばにいてくれるなっていうことかな。それではお互いがお互いを見合って新郎新婦による誓いのキスをいやお願いします。どうぞ。汚いしやな、もう無人島でどうぞ。3日間ぐらいお前それ汚い。やめる時もあいつのことを誓う二人です。なんやねん。それでは無理やて、新郎新婦による誓いのキスです。愛してるよ、これからも愛してるよ。一方、中継用の無人島0円スタジオを制作中のマサト、あまりにもほったらかしにされてるので一言言いに向かおうとすると、この度はお忙しいところなんかやってますよ、誠にありがとうございます。なんか誰か一人来てますね。アッキーナじゃない、奥さん。ずっと愛し続けることを。何や、え、はい、誓います。結婚式。そう、結婚式が始まっちゃってて言いに行けなかった。さあ次回、ついにナス D がサメを森で一月海中で凶暴なサメと大格闘。果たして。ちょっと意外とでかい。ぜひお楽しみに。皆様チャンネル登録お願いいたします。